どうぞ。失礼します。あ、来た、いっぱい来た。どうも。あ、失礼します。失礼します。はい、失礼します。頑張れ。はい、選手爆発音の船爆と呼んでください。ボンチカタンというトリオです。よろしくお願いします。おとぎ話です。おとぎ話です。はい、おとぎ話で。あれ、だから先輩が誰かに告白するんですよ。はい、あ、そうですね。ウイロプリンの島さんに、あの、最近解散しちゃいまして、ウイロプリンさん。あら、はい、あの、今すごくへこんでるらしいんで、うん、あの、つけ込む隙は今かなとは思う。とにかくたくさん面白い答えを出して、はい、お肉を食べてください。はい、ありがとうございます。座布団食べたいか。食べたいです。じゃあ行きます。はい、早速問題。わずか1日で、はい、YouTube で再生回数100億回、はい、そのサムネイルとは。別にタカチャンネルでこだわらなくていいですよ。大丈夫ですよ。面白い YouTube で100億回1日で再生された、その YouTube のサムネイルは。タイトルですよ、いわゆる見たくなる。はい、あ、来た。お、センス爆発女。お願いします。100億回再生されたそのサムネイルとは。はい、半チャーハンに取り憑かれた中華人形です。おー、いいな。いい、ちょっとそれやってみてもいいですか。おお、どうぞ。サムネイルはお願いします。半チャーハン、半チャーハン、揚げ物餃子に半チャーハン、半チャーハン。バッシュです。バッシュです。深追いしましたね。深追いしました。あの、言っときますけど、石橋は深追いが大嫌いですからね。気をつけて頑張ってください。はい、すごい、あの、萎縮をしてしまいますね。すみません、今のを見てすごく萎縮してしまってる自分がいます。頑張れ。はい、頑張ります。何インターナショナル。あ、これを、違います。ごめんなさい。本当にごめんなさい。はい、謝ってください。ごめんなさい。何とかしようとしない。はい、サムネイル。さあ、どんどん行って。はい、タンタカタン。トツカタンです。シソ焼酎じゃないですよ。おー、うまい。シソ焼酎じゃないですか。できるね。じゃあ、100億回再生されたサムネイルと、あの、ジャスティン・ビーバーチャンネルで意味深なご報告というサムネ。優秀です。いいですよ。これいいな。深追いはしません。森本君。ねえ。森本君。非常にセンスを感じますね。一番ね、登場。これですよ、皆さん。ちゃんと焼いて、焼いて。焼いちゃっていいですか。焼いて。まず一枚目、食べるところみんなね。普段食わないでしょ。舐めたことない。あ、そんなの食べたことない。サッとでいいらしいよ。サッとで、サッとで、うん、いや、森本くん声がいいね。あ、嬉しいです、ありがとうございます。タカさんは最近 YouTube のサムネイルよく見てますからね。うおお、食べちゃえ食べちゃえ。おー、森本くん、はい、食べちゃえ。ちょっと手震えてますよ。ね、それは何の震えですか。食べれるっていう震えか、高さに対する震えか。あの、ちょうど半々でブレンドしてる。ブレンドされた緊張が。今やめてください。なんで。すげえ。それは石橋貴明と会った震えと、はい、肉を震える震えと、はい、ちょうど半々なんですよ。食べてみて、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 食べて、食べて。いい、いい子だ。おぉ、いいですね。あ、よかった。さあ、みんな負けずに頑張れよ、頑張れ。ちなみにまだコネオは真っ白です。そう、真っ白で、ちょっとすみません、真っ白なんですけど、すぐに書きます。コネオくん、すいません、ごめんなさい。何も思いつきません。はい、すってんころりん。どんつかたんです、どんつかたんです。ずっとちゃんと歩いてますから、ね、あ、うまい。さあ、100億回再生されたそのサムネイルとは。ロシア人と
ロシア人の本気の喧嘩。あれ、いや、見たいですね、やっぱり。ちょっと止まりましたね。見たいですよ、ガチのロシア人同士の喧嘩。なかなか見れるもんじゃない、タカさん。どうですか、なんか、小さいロシア人対小さいロシア人、どうですか、タカさん。でかいイメージありませんか、ロシア人の方。意外にも小さいロシア人と小さい…おっと、板橋座る。おっ、来た。いいですよ、100回再生された。そう、サムネイルとは、あの、森さんのもみあげ剃ってみた。なあ、来た。待ってくださいよ、力が試されてますよ、皆さん。はい、お願いします。明日は撮ります。はい、100億回再生された、そのサムネイルとは。はい、群馬県なくしてみた。いいですね。座布団あげて。座布団さっと焼いて。はい、うわ、花すごい。おう、もう花里くんはね、花里くんっていうの。そうです、面白いんですよ。はい、もういいですか。もう行っちゃうんじゃない、もうそれで。もう行っちゃって大丈夫なの。そんなもん大丈夫なの。真っ赤ですけどね。食い方知らねえっていう。戻して大丈夫ですか。大丈夫ですか。戻すんですか。食っていいんじゃないですか。真っ赤です。まだ真っ赤なまま食おうとしましたね。いただきます。不安そうに見てる。早くスピードで食べて、ほら。すいません、いただきます。ついたまま、いや、ついたままで、ついたままに噛みてます。どうなの、やばらかい、その何、やばらかい、プニプニしてます。おー、よかったよかった。はい、皆さん、はい、どうぞどうぞ。食べて、はい、ツンツクツン、トンツカタンね、トンツカタンです。トンツカタンじゃない、こんな感じでやってないですから我々、本当に。お、100億回再生された、そのサムネイルとは。地雷メイクではなくジローラモメイクやっていた。あー、いいよ、終わりました。いいか、ね、座布団上げて。ありがとうございます。いや、出た、インターナショナル。100億回再生された、そのサムネイルとは。力いっぱいのババアを踏んで打ってみた。何言ってんのよ、もう本当に。何言ってんでしょうね。ごめんなさい。じゃあ続いての問題。はい、もう続いていきますよ。はい、汗だくだもん。先週、私は情熱大陸。あ、出ましたね。情熱大陸。もう一つのドキュメンタリー番組、うん、プロフェッショナル仕事の流儀。あ、いい番組。これに出演した石橋貴明。最後に石橋貴明がプロフェッショナルとはと聞かれて答えた。その答えとは。あ、必ず聞きますもんね、あの番組。さあ、プロフェッショナルとはね。あ、頑張れよ。はい、インターナショナル、はい、行きます。おお、行ったか。それでは聞きますよ、こっちから。はい、プロフェッショナルとは。え、スト暴力。難しいですね。難しいですね。大喜利って難しくしてるのはあなたなんですけどね。いやー、果敢に挑ましていただいてるんですけどね。ごめんなさい。すごい汗。あちゃ、出た。先生、バカそうな。ありがとうございます。はい、プロフェッショナルとは。割り箸をうまく割る。いいんですか。あ、女性にね、優しいから。ちょっと食べさせてあげましょう。食べさせてあげたかったんです ね。じゃあ、来た、おとぎ話。お、プロフェッショナルとは。自然との調和。何を言ってんの。どうしたよ、ほら。とんかつ屋さん。とんつかなんです。お願いします。頑張れ、とんつか。考える間ができちゃった。とんかつ屋でしょ。なんかすごいプレッシャーかけてるみたい。すいません、とんかつ屋なんでしょ。とんかつ屋のせがれじゃないんですよ、僕は。じゃあ、プロフェッショナルとは。お願いします。プロフェッショナルはと聞かれて、タカさんがカメラマンさんに、君はどう思うって言って、で、そのカメラマンさんが動揺して、アマチュアではないってことですか。じゃあそれで。ちょっと食いすぎたな。初めて崩しました。いい流れを初めて崩しました ね。いい流れだったのにな。さあ、こういう時だよ、いい流れが切れた時だよ。お、来たぞ、インターナショナルな。このいい流れを自分の方にね、持ってくる。持ってこい、はい、わかりました、はい、はい、
はい、行かせてください。来てるぞ、はい、プロフェッショナルとは、素人と紙一重。何よそれもう。ちょっともう、本当わからないです。ごめんなさい。頑張れよ、はい、頑張ります。じゃあ続いての問題、はい、もうどんどん行きますよ、はい、さあ私のですね友達ではあります一光さん、あ、はい、一光さんいい、一光さんといえばどんだけ、はい、背負い投げ、いろいろありますけど、ね、名台詞あります。4文字の言葉で作ってください。あ、お頑張れ、はい、スピードだぞ、いけ、はい、おきた、小木の売れてない時の顔。何言われますけど。すごい言われるんですよ、はい、そっくりですね、うん、トントンタン、どうぞ。大塚です、はい、はい、一光さんの新しい4文字言葉、周りがすごいうるさい時に使う、シシシシシシ一個でいい、シシシシシ、あ、もう頑張れ、もうちょいだぞ、ちょっとシシシシいけ、いけ、わぁいいですよ、よく頑張ったぞ、頑張った、頑張った、あ、粘り勝ちだね、これは何ともいけちゃう、よかったですね、もうちょっと危なかったんですけど、おぉ、シシシシ、いい、いい流れよ、来たぞ、来たぞ、行け、いただきます、振り逃げすんだよな、もう食べれる未来が見えないですさあ行って、行けよ、あ、来た、お願いします、働け取りました、働け、面白いね、おー、 B 組調子に乗ってきましたよ、はい、おお、トン、トトトントン、さっきのトントントンのアレンジバージョンはいいんですよ、タカさん、いいですね、彼はね、森本君はなかなかいいお、どんな4文字の言葉、力強い球を投げる時の4文字ですね、まさかりやったいいですね、彼ら、ザブトン、ただのザブトンで、ザブトンです、ザブトン、まさかり村田長寿さんね、おとぎ話いけ、おとぎ話どんな時に使うの、意見が対立した時に使います、住み分けこれはやっと取ったな、あ、頑張ったぞ吉田くん、先言います、トンツカタンですあ、いいですね、彼は優秀、はい、いいですよ、どんな時に言う言葉、もう逃げ切れなくなった時に言う言葉です、シュッとーマさん、あー惜しい、行けた感ありましたけど今、あ、ダメだ、もうちょっと良くて、もうちょっと優しさ出して、じゃあ新しいお題いきます、新しいのいきますよ、はい、食べて、食べたい、食べたいです、何してんのよ、だって本当に絶対聞こえてます、お題切りなさい、さっき A チームの、みんなにも出した問題です、コロナ禍でなかなか海外旅行にも行けません、海外旅行に行きますと機内食が出る、機内食と言いますとキャビンアテンドさんが、ビーフオアチキンと聞いてくれます、はい、しかしこのコロナ禍の中では何オア何とキャビンアテンダントさんは私たちに聞いてくるのか、なるほど、まさかの選択肢、ありがとうございます、もう来た、先生また来んな、はい、茶業はアスカ、はい、ガッガー、いいんですよ、いい答えありましたもんね、いいんですよ、狙いは惜しいんだよ、狙いはそういうとこですよ、いい、いい、いい鉄砲玉ですよ、お仕事忘れちゃう、お、来た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 、トンツカタ、はい、くれた、ビーフォーはチキンではなく、どんな選択を、ビーフォーはお取り寄せ、家に届くパターン、ご時世です、家に届くご時世です、止まりましたね、止まったぞ、トンツカタが、今だ、今だ、今来たぞ、インターナショナル、もう、わけわかんないです、はい、行きます、うん、ビーフォーはチキンではなく、何、米オアパン、泣いてる、はい、なんとかなりませんか、芸歴10年目です、なんとかなりませんか、米オアパンじゃん、米オアパン普通のこと言いましたね
頑張れ、もうちょっとなんだよ。もうちょっとしてんよ。さあみんな止まったぞ。行ったか行ったか。もう分かんないですもん。行け、勢いだ。ビーフオはチキンではなく何。塩は味噌。塩は味噌。いいんだよいいんだよ、いつかハマるから行け。そういうのどんどん畳み込め。スピードスピード。インターナショナル。行け、畳み込め。もう決めちゃう。ビーフォーはチキンではなく何。飯方はお茶。そういうの行け。そういうのですね、分かりました。行け、そうですね、はい。じゃあ新しいお題を。行っちゃうの。チャンスタイムが。新しいお題、石橋を叩いて渡るみたいな新たなことわざを考えてください。あるね、石橋を叩いて渡る、うん、石橋を入れたらね、高さん笑いやすいですよ、うん、そう大ヒントでもあり、大縛りでもあり、そうですよ、はい、みんなことわざ得意だって聞いてるよ。はい、はい、おっしゃ、お願いします。新しい石橋を叩いて渡るみたいなことわざは何。はい、石橋と3年いいですね、なんかいいですね、なんかいいです。いいですか、これは座布団でいいですか。はい、座布団で。おきた、バカせんな。はい、お願いします。石橋を叩いて渡る新しいことわざは、はい、サーティーワンで味見してから買う。あー、来た、やっと来た、数を出してやった。いいですよ、彼女もちょっとハートが強い。ちょっと来ましたね。ねえ、頑張ったぞ、食べろ食べろ、やったね。おー、いいね、来ましたよ。ほら何してるの、ナジョナル目の前で焼かれて。ちょっと、僕の前で焼くのやめてもらっていいですか。食べたいの、ナジョナル食べたいです。さあ、いいですか、じゃあ頑張れ、ナジョナル。石橋を叩いて渡る新しいことわざは何。 G ショックをぶん投げてみる。さっきからぶん投げる絡みが多いんですよね、はい、それやめればいいのに。あ、いや、ちょっとやめますね、やめますね、やめますね。 あ、吉田ちゃん来た。石橋を叩いて渡る新しいことわざは何。両端から石橋。普通のこと言った。あー、普通がよかった。あー、並んでくるよ。話したいですね。すごい、はい、来ましたよ。トン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 。びっくりした、若い目だな、それ。石橋を叩いて渡る新しいことわざない。石橋去ってまた石橋。いいね、いいよこれは。来ましたよ。いいね、トツカタ。いいよ、本当にバランスがいいですね、トツカタはね、高さん。お前だけなんだって、インターナショナル。インターナショナル来た。食わしたいんだよ。石橋を叩いて渡る新しいことわざは何。石橋に金棒。もうぶん殴ってください。もうぶん殴ってください。もうやめるんじゃ。いや、ちょっとやらしてください、やらしてください。もうちょいだぞみんな。ほう、トン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 。もうそれでいい。石橋を叩いて渡る新しいことわざ何。石橋をひっくり返してブリッジストーン。これはいいよ、これ優秀ですね。知ってましたね。森本くんは売れる ね。ああ、そうだ、素晴らしい。じゃあ、いよいよ最後です。おー、いかが、最後、最後は2ポイントです。スマホに入っている爆笑写真を見せてください。あー、来たー、あるぞ、ほら、2ポイント、2ポイントですよ。2ポイント、座布団2枚食えるよ。携帯を忘れました。携帯を忘れました。なんだよ、それ。すいません、本当にごめんなさい、これは、これだけは本当にごめんなさい。どこに。家に。本気で。嘘です、すいません。あと楽屋です。楽屋とトイレ。とトイレの近くなんだから。待っててあげるから。そんなことするとは。君今日持ってんだか持ってないんだか。すいません、ちょっと一回行ってきますね。だいたいさ、君はその半ズボンでどんなネタやるの。一応皆さんの後輩っていうネタをやらせていただきまして、
はい、皆さんの後輩、はい、もう本当すべての後輩という、はい、ことでやらせていただきまして、どんなネタをやるの？今例えば、皆さん今日先輩いっぱいいらっしゃいますけれども、うん、そちらの方から先輩先輩一人飛ばして先輩一人も乗って大先輩おざます、早く取ってきて、はい、一生懸命取ってきます、早く行けよ、失礼します。なんだそれ。さあさあ彼来るまで皆さん、はい、さっき爆笑さらってましたからね、みんな ねジグザグ君面白かったですね、はい、みんな持ってるでしょ、そうこれしか、はい、お来た、もう花野くん、花野くんこっちおいで、お願いします。何よ、何って説明してから見せる、ライブのエンディングのよっちゃんの写真、おはい、取れない、いいですか、いいですか、2枚だ、2枚だ、サブと2枚だぞ、花田のくん、よかったな、はい、高津園です、おこれ、これは、ね、なんていうの、なんか養成所で講演会をしに来ていただいた方がいて、その方とあの終わりにあのご飯を一緒にした時に撮った写真です、なんでこれセルチオエチゴさんでしょ、あ、そうです、セルチオエチゴさんと、はい、あのご飯を一緒に、はい、お酒一緒に飲ませていただいて、はい、あ、はい、すごいユーモアのある素敵な人です、はい、サブトン2枚、はい、めちゃめちゃいいな、すごい人と食ってんな、うん、そういうことですよ、はい、はい、ツタンカーメンエジプトのピラミッドで眠ってないから我々、お早いですよ、はい、あの僕インターナショナルスクール出身で高校の時の卒業の写真ちょっとお見せしたいと思います、おー、2枚いった、よっしゃー、2枚いったんですか、どこのインターなの、セントメリーズってことです、セントメリーズ、はい、セントメリーズ、はい、あ、そうなんだ、そうなんです、はい、いけ、来た、吉田ちゃん、逆転もあるよ、お独走になっちゃうよ、お阿佐ヶ谷姉妹さんと一緒に お食事した時の記念写真です、お吉田ちゃん、撮った撮らせていただきました、ありがとうございます、高田さんどうですか、もう阿佐ヶ谷姉妹が面白いんだな、たぶんこれですね、そっとにもうずるいもんね、ずるいですよこれ、やった、いやーちょっと2枚、やったすごい、頑張った、来たよ、来た、いけ、ほう、はい、来た、おぎが来た、ここ5、6年で一番テンションが上がった、うん、神宮球場に野球を見に行った日の僕の写真です、すごく、すごく楽しくて、あ、ソーセージ、そうすごく楽しかったです、よかったな、座布団2枚で、座布団2枚、座布団2枚、はい、じゃあ行ってみよう、トンツカタン、もう一個、おい、お、事務所の先輩のユッティさんのプライベート写真、あ、ユッティなんだこれ何してんですかユッティ、さ、私服こんな感じっていう、全然違うじゃん、はいはい、なんか変わっちゃいましたね、うん、ユッティ、お、お、来て、じゃあもう爆発いってみよう、個人的にタカさんに見てもらいたいよってだけで お願いします、これはあの私のすごいあの思い出の写真です、何これ、あの断髪式で、うん、あの玉鷲さん の、うん、あの髪の毛を断髪させてもらった時の、なんで玉鷲を、お相撲私すごい好きで、うん、はい、よく見に行くんですけど、はい、やった、予想外のね、人脈っていうことを高く評価ということで、お、来た来た、誰行く、はい、吉田ちゃん、お、吉田ちゃんおいで、かなり追い上げてきましたね、いいよ、頑張れ、私の成人式の時の記念写真です、本当これ、これ本当これボーナスポイント4枚、やったー、これはいいですね、
これ何これ。うわあ、これで笑い取れるんだ。これは4枚ですね。いやあ、すごい武器。あ、来ましたよ。いや、同点。同点です今。同点。じゃあちょっと行きますか。はい、はい、あ、おぎ。タンカツトン。高さんが呼びたように呼んで。あの、ここ最近で2番目にテンションが上がった出来事です。さっきは1ね、はい、誕生日に一人旅行に行った時の写真。めちゃめちゃなんでしょうね、あの憂いに見た感じは。なんですかそれ。ザオキャン。最後トンツカタンとおとぎ話、はい、ラスト1枚の勝負です。わ、はい、非常に優秀。決戦大会、さあどうなるか、どっちからいくかですね。ただ吉田さんのあの成人式の写真はもう爆弾ですね。そうですね、逆転やられちゃう。お、行った、トンツカタンから行った。セントルト、おめでとう。わあ、もう来た、おぎ。僕のピンの潜在写真です。いやー、ちょっとやったな。それじゃない、それじゃないんだよ。止まりましたね。いいとこまで来てたんだから。来るのかと思ったのに。わ、来るな。来ましたよ。出た、爆弾娘。来た。さっきの成人式の写真の正面の写真です。これはなんかおかしいんですよね。バランスがすごい、バランスがすごいです。これどうなりました、同点になっちゃいました。これ今何枚ですか、これは。15対15 2枚ですからね、これ。これはじゃあもう最後2組も上げて3組やりますか、決勝。はい、わかりました。じゃあ決勝はトンツカタンとおとぎ話です。